死に害文化とは、沿海州南西部の青銅器時代の文化である。沿海州の新石器時代の土器は、変木文、串目文、ジグザグ文、渦巻文、幾何学文、雷文などの文様が見られたが、青銅器時代になると土器が無文化し、南西部と東海岸部の間の文化的差異が見られるようになり、南西部に分布したのが約4000年前から3000年前の死に害文化である。 死に害文化からは、青銅器を模倣したと考えられる。石製品が出土するが、骨格製品が多く、土器の突出した講円部には、刻みが施される。これは、日本の縄文時代版紀終末や生時代に見られる、国名突大分土器と似たものである。その後、初期的時代には、ヤンコフスキー文化クローの付加文化に移行していく。ハプログループ王に関連する、 民族移動蒸気のように、死に害文化から国名突体分土器と似た土器が発見されていることから、国名突体分土器及び、これを携えた、弥生人の元凶を宴海集南西部に求める見方がある。AB ロシア局と新石器時代研究の新展開串目分土器は、ハプログループ N が担い手である。宴海集南西部も古くは、 両が文明圏であり、両が人由来のハプログループ N が高頻度であったと考えられるが、中国港南より無問時を携えた、ハプログループ o 一ビット二がやってくるなり、府系が N から o 一ビット二に大きく変わったと考えられる。一方の母系、無トドナは、両が人起源のまま保たれ、港南起源は栄選体、o 一ビットに両が人起源の無トドナ、各 DNA のセットが、 沿海集南西部から主に西日本の日本海側に弥生人としてトライしたと考えられる。これが土井ヶ浜遺跡などの弥生人が北方系の形態を持つにもかかわらず、Y 染色体のみが南方系であるゆえんである。さきにみつる DNA、広告、言語の学際研究が示す、新、日本列島市弁制出版。ありがとうございます。